東日本大震災から11年が経ちました。被災された方は本当に痛み入ります。宅建士相原と申します。この動画は難しい不動産の事柄事象などを噛み砕いて解説するコーナーです。今回は不動産屋的防災の勧めについて解説します。やはりこの 3.11 なり、大きい災害があった時にはですね、防災意識というものが高まるもの、この自宅で被災する大変さというところ、または職場で被災する大変さというところ、それに合わせていろいろなメディアがですね、防災の部分の意味合いということをいろいろ解説している動画もありますし、テレビチャンネル等もあります。私は不動産屋という立場で今日防災という話をさせていただきます。まずですね、標高という問題があります。東日本大震災が起きた時にですね、津波が海から寄せてきた、そうすると各メディアはですね、標高30メートル以上じゃないと危険だというようなステレオサイズなアナウンスをしたおかげでですね、ちょうどその震災が起こった後の不動産売買のところは非常に標高が低いところが売れ残り、標高が高いところが売れたという事例があります。小田原の駅前周辺エリアですね、ですと南町というですね、非常に昔から大官庁住宅街ということで人気があったエリアなんですが、標高が低い、海が目の前ということで人気が下がって、逆に小田原駅の裏側という形、西口にある城山という住宅街、こちらは標高が高いですから、そういう分では非常に人気が高まったという事例があります。小田原市という形で事例で言うとですね、小田原の駅前周辺は当然標高30メートルの高さはございません。なぜなら小田原という場所はですね、遠浅の海です。三陸とか、この近くで言うと真鶴とかいう、真鶴ですね、とみたいにこう断崖絶壁で海が抱えているとかじゃありません。なだらかにこうしています。理由は酒川川という川を中心にこう広がった町だからというところ、それは全国的に川を中心に発展している町というところはそういう形になるとは思うんですが、じゃあ小田原駅周辺自体で30メートル標高、じゃあ小田急線線なりで考えてみようとなった時にですね、もう加山の駅前までも30メーターラインがあるかないかぐらいなんですね。加山というのは小田原駅から小田原、足柄、蛍田、富津、加山、5つも駅行かないと小田急線で標高30メートルという距離感がつかめないということになるわけですね。そうするとやはりどこに住めばいいのかという形になっちゃうわけです。それは先ほど言いました川の沿線側なんでね、だんだん標高が削れているという部分になるわけです。強いて言うならば箱根方面、早川とか板橋というのは高さがあって岩盤が強いという言い方をされています。標高論だけ言うとそういう形にもちろんなるわけですね。で、私はもし不動産をお買い求めになる、また今お住まいのところ自体の防犯防災の状況を見るという時にですね、インターネットパソコンで調べると、マイコンで調べますよという時にですね、皆さん標高ばかり調べます。で、私はお勧めしている部分の中に航空写真があります。こっちかこっちかにちょっとタグ貼っときますけど、航空写真をまとめたタグ、そういうホームページ、気象にこうまとめていただいたらありがたいホームページがあります。サイトというんでしょうかね。そうすると一定の場所においてずっと過去、昭和の初期、初期といっても戦後という形になるんですが、20年代もう古いのはそのぐらいもありましたね。航空写真がですね、自分の自宅の場所、またはこの特定のポイントの場所、昔の写真が見れるようになっています。そうすると自分の家が建つ前、宅地になる前というのがどういう状況の場所だったかというのがすごくよくわかるようになっています。例えば沼だったりする場合もある、旗ではなく田だったり、または用水路があったりとかっていう状況になる。そうすれば当然地盤が緩いんですね。高さももちろんその通り大事、津波ということを考えればもちろん大事なんですが、まずは別の動画、関東大震災の小田原の状況をまとめた動画、渾身の動画あります。見ていただくと分かるんですが、小田原の被害という部分に関しては津波ではないんです、揺れなんですね。揺れがひどくて小田原の町というのは大変な被害になったわけです。その後火事が起きてしまったということで被害が出た。だからまず足元、地盤がちゃんと硬くなってるかということを確認してもらいたいんです。それは全国的にまずそうだと思います。
津波が来る前に建物が崩壊してしまったら逃げようがないんですね、自宅でいた場合。特にこんなコロナの時代、テレワークの時代になったら家で被災する可能性というのは高まってるわけです。そうするとまずその建物自体で亡くなることがないということは、亡くならないためにはどうすればいいか。家が倒れない方がいい。倒れないためには地盤が固いところとなるわけです。標高よりもまずそこが地盤が固いかということを確認するためにはヒストリーを追うべきです。そのためにも航空写真で、あ、この場所はこういう場所だったんだなということを確認していただければいいかなと私は思っています。その2ですね。で、不動産屋の部分でもし地盤が柔らかいところだったら家をどうやって建てるかってことですね。これはですね、アーネストワン家が建つまでという私の動画シリーズで、その地中の改良という形、要するに地盤改良をしますという内容の分の動画が1本上がってます。これを見ていただければ非常に分かりやすいと思うんですが、ただそこにコンクリートを土の上に張ってドーンと家建てるって形だと、要するに下が緩ければですね、ぐら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 揺れるのは当たり前ですね。いくら耐震システム、精神システムを入れても。なので住宅の場合は下に杭を打ちます。杭を打って土台を固めるというやり方があります。ただこれももともとの地盤が硬いところであればやる必要性がありません。地盤が柔らかいところであればやらなきゃいけないし、より柔らかい場合は太いもの、大きいものを差し込まなきゃいけないという実情があるわけです。先ほど挙げたアーネストワン家が建つ前の地盤改良の分、実際その現場も地盤改良していて、こういうものが入っていますというものも映像で押さえてあります。なので近隣で家を建てている現場があったら、それぜひ見てほしいんですね。あー、ずいぶん掘って埋めてんな、なのか、あれこれ普通の土の上に建てちゃったよとかっていう部分で、地盤の硬さというものがわかるわけですね。そうすると、あそこはあのぐらい地盤管理をしないといけないところだったから、うちも地盤がやばいのかとかって、そういう部分を体感でわかるわけですね。なのでもう立ち上がったらダメですよ。下のコンクリートの基礎を打つ前です。さらに前です。もう一番最初の工事の取っかかりの部分、僕も23話ぐらいあるアーネストワン家が建つ前の序盤の部分で出てきた内容です。ぜひそれを見てもらうと、自分の家の部分が地盤が硬いのか悪いのか、通常だとボーリング調査してしなきゃいけないところ自体も、そうすればですね、非常に分かりやすくなるわけですね。地盤がどういう状況なのかということ自体。そしてもしこれから不動産をお買い求めになる場合であればですね、重要事項説明を聞いて契約書を読み返したとき、まあ、これもですね、その重要事項説明が契約の流れとも別の動画、2時間ぐらいになる動画上げてますけど、これを見ていただくと思う。途中で売り主さんという元々の地主さんがお見えになります。で、その時にぜひ聞いてほしいのはですね、その地元であった大きい地震、まあ、東日本の場合であれば東日本大震災という形になるだろう。新潟地域であれば中越地震、日本海中部地震などもあっただろう。そして、大阪であれば阪神大震災、広島なんかも大きい地震もあったし、北海道なんかも大きい地震ありました。もちろん九州熊本地震も含めて大きい地震がありました。過去の大きい地震があった時、どのぐらい揺れましたかこの物件はってことを聞いてほしいんですね。それが一番の事実、引き継がれなきゃいけないヒストリーだと思うんですね。揺れましたか、かなりって。揺れてどっか痛みましたかってことを正直に聞けばいいんですね。で、前回動画で上げましたが、契約不適合責任という内容の部分の動画を上げました。今の不動産売買に関しては、事実は全て盛り込まなきゃいけないという部分があります。もしこれでですね、ああ、そんなに揺れてませんでしたとか言って、いざいざ後々調べてみたら、その揺れによってですね、外の外光が壊れて直してるとかっていう隠してる事故があった場合、これは契約不適合違反になっちゃうわけです。厳密に言うと、正直に売り主さんも言うことです。あ、こういう時にこういうものがありました、正直なこと言ったからダメだってわけじゃないんですね。伝達事項なので、そういう部分をしっかりヒアリングし、話す時は話す、聞く時は聞くということをしっかりすることによって対策が練れると思うんです。さあ、それでそういう過去の地震のデータ、当然売り主さんとのヒアリングというところもそうなんですけど、近隣の方、当然不動会社さんが仲介業者をまとまってるんであれば、どういう感じで言えましたかってこともしっかりヒアリングすること自体が重要だと思います。とにかくですね、情報の部分は些細にしながらも、こういう形で情報をまとめて集めておくということ自体が一つずつの部分になります。当然地盤が硬いか柔らかいかという部分もホームページ上なんかに載っているサイトもありますので、見ていただければと思います。で、加えてですね、皆さんね、文化財保存地ってわかります？
文化財宝蔵地、簡単に言うと遺跡ですね。遺跡っていうのは昔から生活している部分があったから、掘っちゃうといろんなものが出てくるということですね。小田原で言うとですね、南足柄塚原というエリアはですね、もう全域がですね文化財宝蔵地、もう要は遺跡の上に皆さん生活しているという形があります。ある不動産会社はですね、このもともと小田原の駅前にあった遺跡の部分をですね、まず発掘調査をして、その後にマンションを建てたという経緯があります。まあ、正直恐れず言えば共立金戸内マンションというですね、駅の城山高台にあるマンションなんですが、この建設に携わった方々自体が面白いことを言ってました。相原さん、遺跡の上って安全だと思いませんかって言うんですね。これどういうことなんですかって言ったらですね、昔から生活してたんですよ、そこ人があって、ということは安全だってことじゃないですかっていう話をするんですね。確かに高台で海から距離感もある、眺望もいいっていう部分に関して、まあそうだなと思うんですね。そして先ほど言った塚原全体がですね、文化財宝蔵地と言いましたが、ここはですね、足柄山、大雄山なんかも含めて硬い山々の地盤があってですね、東日本大震災が終わった後、これがどっから情報が漏れているのかが、僕結局一時情報が何なのかが数年調べたんですけど分かりませんでした。国土地理院っていう話もありますし、テレビだって話もあるんですが、塚原はものすごい岩盤が硬いんだと、だからここは安全だという話が、まあかなり一部地域、かなりというか一部地域で盛り上がって、かなり市外から県外から塚原に引っ越されたという方が結構多かったんですね。でなんでかっていうと、そこはやっぱずっとそういう形で文化財宝蔵地という形で昔ながらの部分の生活圏があった、加えて上にグリーンヒルというですね、東和不動産がかなり大規模な住宅開発したところもあった、結構坂がある山の、まあ、中腹というかこういうところなんですけどね。だけどなんでこういうところでそんな大規模開発できるかって、簡単な話でね、やっぱり地盤が硬いからなんですね。だそういう実情がある、当然そういう部分に関して確認していくということも必要だとは思うんですが、文化財宝蔵地に住むというのは一つ切り口を考えると、そういう住み方もあるということなんですね。あと地盤だどうこうだということを確認するときはですね、ぜひですね、土砂降りの日に内見してほしいんですよ。ね、雨の日に土砂降り、行きたくないって言うんですけど、これはですね、テリー伊藤さんというですね、テレビディレクターがいらっしゃいます。いろんな物事の考え方、切り口変えて言われる方なんで、僕も面白いなと実は思うんですが、この方がですね、ぜひ不動産賃貸売買もですね、買うときは常に土砂降りの日に行くっていうんですね。そうすると排水溝だったり全面道路の水の流れがはっきり分かるわけですね。ジャーッと流れてるのが、そうすると、ああこれ天気がいい日はいい物件だと、雨の日だと道路からの水全部うちがかぶって受けちゃうんだとかね。あと後ろが軽い擁壁なんかっていう壁ですね、土を削ってなんてなると赤水が出てくるっていうところがあるわけですね。わー赤水がーなんていうところがあるわけです。でこの赤水が出る話の部分はですね、私がこの業界入る序盤1年ぐらいの時かな、峰村さんという先輩がいまして、その人に言われたことがあります。すごい眺望がいいとこがあって、僕あそこ売りたいと思うんだろうって言ったら、もう怒られるんですよ。バカ野郎お前って、雨の日見に行け雨の日って言われるんですね。で僕はその時純、まあ僕も今でも純粋ですけど、その時純粋だったんですぐ雨の日見に行ったんです。そうすると敷地の後ろ側の要するに壁みたいな、まあ土壁みたいなところからですね、赤い水がジャーって敷地に流れ込んじゃうんですね。そしてその赤水がどこ行ってるかって、自分の建物の下の方にも、敷地の下の方にも流れ込んでいっちゃってる。ということはそれだけ、じゃあその赤水になってる赤の原因なんですかって言ったら土なわけですね。だからそういう部分が雨の日だと分かるわけです。天気のいい日だと分からないんですね。ということは雨を含んだ地盤がある時にグラッて揺れたらどうするってことにその物件になるわけですね。売ったお前それ責任背負わなきゃいけないんだよって話になるわけですね。だそういう部分でも切り口見え方が変わっていくと、いろんな防災の部分が見えてくる。ぜひ雨の日に自分の物件の周り見てみるっていうのは一つのポイントだと思いますね。切り口は全て小さい切り口の事柄を今日話をしましたけど、積み上げると防災のレベルは一つ二つ上がってくるとは思います。まあこのだいぶ東日本大震災11年経って、大きい地震特に関東圏内が非常に起こっていないという部分がある。南海先生っていう動画のチャンネルなんか見てると、今東京湾のど真ん中で揺れがあるとか、まあそういう部分でいろんな問題点がある。まあ日本全体的にも3カ所4カ所危ないと言われている場所もあるということですね。
僕はずっとこの11年間もういろんな地震の動画なんかも見ていくとですね、なんで大地震がある時って雨降ってないんだろうなと思うんですね。関東大震災の時もそうでした。実際東日本大震災の時も雨が降る、地震が起こった後に雪が降ったという映像が残ってるんですけど、震災が起こってるその瞬間というのは絶対雨が降ってないんですね。熊本地震もそうです。阪神大震災もそうです。そのいろいろ巨大地震ってそういう雨が降らない、なんで降らないんだろうと僕は思うんですけど、そのことって結構ウェブ上にもないんですよね。だから僕はちょっと居心地的には天気がいい日っていうのは最近ちょっと居心地が悪いなと思ったりもします。まあ、この動画一つの気づきでですね、いざという時のですね一つの力になればと私は思っております。というわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは、不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説するコーナーです。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメントもよろしくお願いします。宅建士相原祐介でした。